田口線は、愛知県南設楽郡蓬来町の本流市の駅から、北設楽郡設楽町の三河田口駅までを結んでいた、豊橋鉄道の鉄道路線である。不設の経緯などから1067 m m の森林鉄道とも呼ばれた。木材輸送を目的として1929年に一部区間が、1932年に全線が開業し、 1965年と1968年の一部区間休止を経て1968年に全線が廃止された。1965年8月時点段と山系の五両輪の木材を運搬する目的から設立時は区内省の出資も得ており、豊川鉄道、宝来寺鉄道との三社で資本金の77%を占めていた。タミネ駅と三河田口駅からは、 駐材用森林鉄道も設置された。田口鉄道は本業の鉄道輸送のほか、宝来町及び地内、宗瀬と稲目の2カ所に採石場があり、砂利の製造販売も手掛けていた。豊川、宝来寺両鉄道と車両も共通運用されていたが、1943年8月1日の2社の国有化に対して、田口鉄道は国有化されなかった。これは、 鉄道不設法別表で計画された塩備線の経由地に田口の名前がなく、不設法の先行建設路線とみなされなかったためと思われる。しかし、国有改善から三鉄道の一体運営がなされていたとの歴史的経緯から1952年まで日本国有鉄道による運転管理が行われた。なお、同様な例に猿鉄道がある。 終点の三河田口駅は田口の市街地から4キロメートルも離れた関佐川沿いに設置された。これは清崎駅から市街地へは急勾配があることと木材運搬の利便から株主の区内省が関佐川沿いの設置を主張したからである。後年木材輸送が減少した後はこれが旅客集客へマイナス要因となった。 その他放来寺山売客の便を図り、国鉄飯田線との臨時直通列車も設定されたことがある。1961年には名古屋駅からの直通快速列車も臨電放来として運転され、これに先立ち80軽電車による入線試験も全線にわたって実施されたが、電圧効果等の問題点が多く、営業列車としては実現しなかった。また、名鉄線から、 名鉄の車両が団体専用列車として1954年に廃止された小坂井線を通って飯田線、田口鉄道線に乗り入れるといった運用も1950年代前半まで存在した。また、愛知県立法来寺高等学校への通学者のための本流しの法来寺間の区間列車も存在した。奥三河郷土間で保存されている。 もハ14型電車電気機関車歴53電車電3型を開業時に新造した。1951年に国鉄より旧豊川鉄道も十14.15を購入。1955年貨車の下回りに豊橋市の豊坂鉄工所で製作した木製車体を乗せたサハ201を製作した。1956年国鉄より 旧豊川鉄道も、三31を購入しも三38とした。ありがとうございます。